はい、セクシーでーす。今回もね、後付け実況の方になります。ゲームモードはドミネーションチャで、ンマッネル一プは空爆になります。はい、頑張るぞー。今回のカスタムはね、マユユでアサルトライフルのバル27にアタッチメントがハイブリッド、ストック、パラボラマイク、メイン、ワイルドカード1はメインガンファイター、ワイルドカード2はパーク3グリード。で、パーク1はライトウェイト、パーク2はガンホー、パーク3はタフネスにハードライン、スコアストリーク1は UAV、スコアストリーク2に機動剣舞士、スコアストリーク3はリモートターレットというカスタムでね、やっていきたいと思います。ちょっと今メモってね、ちょっと画面ちょっと切り替わるのが早いんでね、さすがにちょっと追いつかないんでね、ちょっとメモってね、今回からちょっとメモってね、カスタムと、あと自分の成績表ね、自分の成績のちょっとね、メモって今ちょっと言ってるんだけどもね、ちょっと後付け実況になるとね、やっぱりちょっとメモった方がいいのかなと思ってね、自分なりにちょっと考えてね、ちょっと今やってるんだけど、自分はドミネーションね、ほんと好きでね、前の動画でも何度も言ったと思うんだけども、もともとドミネーションは全くやらずに、BO2 の時代にはフリーフォール派で、ほとんどもフリーフォール、もう9割方ねフリーフォールばっかりやってて、あとたまにチームデスマッチをやる感じで、まあ、8割方がフリーフォールで、まあ、割合的に言うとね、8割方が、あ、7割ぐらいかな、7割ぐらいがフリーフォールで、その残りの3割はチームデスマッチっていう感じで、もう全くね、ドミネーションやってなかったんで、ドミネーションを本格的にね、やるようになったのが、この AW の前作のね、COD ゴースト、ゴーストからね、ドミネーションの方もね、ちょっとやるようになって、で、ドミネーションの面白さに取りつかれてね、本当に、ゴーストから本当にドミネーション、逆にね、BO2 の時はね、ドミネーション全くやらずにフリーフォールばっかりやってたんだけども、でゴーストの時からはね、逆にね、フリーフォールはあまりやらずにドミネーションばっかりやるようになってね、ドミネーションどうしてゴーストでドミネーションをちょっとやっていこうかなと思ったきっかけとしてはね、自分の BO2 でのフリーフォールやってた時に、でたまにチームデスマッチとかやってたんだけども、チーム戦やってて思ったのが、フリーフォール、チーム戦の立ち回りっていうか、まあ、マップによってもね、立ち回り方変わってくるんだ。マップとか、マップの地形とか、あと敵プレイヤーによってもね、まあ、敵プレイヤーが野良ばっかりの場合と、あとパーティーの場合だと、また立ち回りが全く違ってくると思うんだけども、まあ大まかに、まあ基本的にはね、フリーフォール個人戦で、チームデスマッチはチーム戦ね、全く立ち回りが違うんでね、やっぱBO2 の時にね、もうチーム戦よりもやっぱこのフリーフォールなら個人戦ばっかり主にプレイしてたんで、やっぱりチーム戦、チームデスマッチとかやると、やっぱりチーム戦の立ち回りがあまり うまくいかずにね、やっぱり思うようにちょっと成績が出なかったんで、やっぱりこれでいかないなということでね、ゴーストの時からね、ゴーストの時代からドミネーションの方もちょっと多く取り入れていくようにしててね、やっぱり一番ドミネーションが難しいと俺は思うんだけどね、ゲームモードで、他のゲームモードでもやっぱり難しさは違うと思うんだけども、やっぱりサーチ&デストレイとかね、自分はサーチ&デス、まあサーチって言われてるんだけど、サーチは全然やらないんだけどね、ドミネーションが一番ね、立ち回り的に難しいんじゃないかなと思うんだけど、難易度的に言えばね、やっぱゴーストでドミネーションやるようになってから、本当チーム戦の立ち回りが、まあ、BO2 の時に比べ、BO2 の時よりね、立ち回れるようになったんでね、ドミネーションの、まあ、それにドミネーションの方が面白いんでね、
で、ドミネーションやってから、チーム戦。チーム戦で一番やっぱりドミネーションが難易度高いと思うんで、立ち回り的にはね。ドミネーションある程度慣れていってから、やっぱりフリーフォール逆にね、ちょっと簡単に感じるようになってね。フリーフォールが小だったら、ドミネーションはチーム戦は大なんでね。大は小を兼ねるって言うでしょ。で、小は大は兼ねないんでね。まあ、ちょっとあまり、例えはそんなにうまくはないと思うんだけどもね。ちょっと現段階ではちょっと負けてるんでね。85対77だったかな。やっぱドミネーションがね、やっぱ本当自分今好きなんでね、特に今作の AW のドミネーションは、ね、難しくてね。ウォーカータンク出ました。これカムバックのね、まあ、それぞれのマップの専用のスコアストリークっていうのがあって、このカムバックはカムバックの専用のスコアストリークは今出したウォーカータンクなんだけど、このウォーカータンクがめちゃくちゃ強くてね、このウォーカータンクが出てる間、敵プレイヤーたちはね、建物の中でこうやってね、イモってるんでね。特にこのカムバックは B 旗で防衛してて、イモってるプレイヤーが多いんでね。本当このマップ、本当 B 突専用っていうか、B 突がとても激しいマップなんで、できたらトロフィーシステム、エグザビリティのトロフィーシステムとか、あと、パークワンのフラジャケとか、あと、エグゾランチャーのね、フラグとか、あと、武器アタッチメントにできれば、拡張マガジンもね、つけておいた方が、有利にね、戦えると思うんだけど。お、リモートアレット出ました。リモートアレットも結構混んでるんだよな。小島マークオンライン。自分AKB48 の大ファンなんでねって何度も言ったんだけどね。で、各スコアストリークにね、自分の好きな AKB48 のメンバーの名前つけてるんだけども、CODAW、まあ、前作のゴーストでも、まあ、スコアストリークのもつけてたんだけどもね、今回の AW 始まった当初はね、自分のこの AW の最初らへんのね、動画を見てくれたら、くれてたら分かると思うんだけど、最初スコアストリークも把握してなかったんでね、まだ AKB48 のメンバーの名前とかまだ考えてなかったんで、UAV ぐらいはね、渡辺真由と松井樹里奈をつけてたんだけどね、あとはまだ考え中っていうことでまだつけてなかったんで、今はもうね、AW 発売されて、で、自分がプレイし始めて、去年の11月何日かあった中旬頃、もう約ね、2ヶ月ぐらいも経過してるんで、もう今ほとんどね、スコアストリークには AKB48 のメンバーの名前も付け終わってて、まだ付けてないスコアストリークもあるんだけどね、スコアストリークを AKB48 のメンバーの名前まだ付けてないスコアストリークもあるんだけどね、まだ付けてないのが、ボミングランと XS1 バルカンにだと何だったかな、この2つぐらいだったかな。ちょっとまだつけ AKB48 のメンバーの名前まだつけてないのがおそらくいくつかあったと思うんで、多分まだつけてないやつはかなりの高級ストリークで、ちょっとサポートが組み合わせられないやつ、多くキルしないと出せないやつね、は、ちょっと十分出せないんでね、そういったメンバーの、そういったスコアストリークにはまだ、AKB のメンバーの名前まだつけてないと思うんでね、なるべく高キルストリークにもね、AKB のメンバーの名前つけて、全スコアストリークにね、AKB のメンバーの名前をつけていきたいと思っています。で、あと、出せるように、高キルストリークもね、ボミングランとかね、ゴリアテもまだ出してないね、XS1 ゴリアテ。ゴリアテも、XS1 ゴリアテ、ボミングラン、
はまだつけてないと思うんでね、すべての出せるようにして、あの AKB48 のメンバーの名前つけて、ね、呼んでいきたいと思ってるんで。でもちょっとあのボンミングランとかも機動救援物資からはよくたまに出すんだけどね、自力ではちょっとまだ出せ、あまり出せないんでね、出せないっていうかその前にカスタムに組み合わせてないんで。AKB のメンバーつけてないスコアストリークは XS1 バルカン、ボミングラン、XS1 ゴリアテ、あとパラディンがまだつけてないんで、ね、今回はちょっとね、あの試合には負けたんだけど、ね、結構激しい戦いで楽しめました。今回の成績はね、42キル29です、プラス13でね、結構良かったと思うんでね、キルレは結構良かったんでね。であと旗の方は9確保に5防衛っていう成績になりました。あの AW のドミネーションで初めてね、いい成績が得られてとっても満足してます。今回の武器紹介はね、今回使った武器はアサルトライフル、マユユでアサルトライフルのバル27にアタッチメントハイブリッド、ストックパラボラマイク、ライトウェイト、ガンホー、タフネスハードライン、UAV、機動救援物資、リモートターレットというカスタムでやっていきました。ちょっと時間がないんでね、ちょっと早めに行った方がいいんで、間に合わないんでね。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。